カズです。ユウです。ということで今日は、まあちょっとなんかチラッとコメントもいただいたりはしてたんですけど、うん、お互いのいつもの服装を相手にさせるっていう、お新しいですね。かな、だから俺がよくしているような服装を勝也に着させて、勝也がよく着てる服装を俺が着るっていう、まあ、動画になります。自分の服を使って相方にコーディネートさせたみたいな、そういうことです。はい、っていうことなんで、まあお互いを自分色に染めたいと思います。はい、ではね、まず僕の服を優が着るバージョンからいきましょうか。レッツゴー。これがまあ僕がまあよく着ているアイテムと服になって、これを優に着せたいと思って着せたんですけど、まあアイテムの説明しますと、パンツは以前の YouTube でもご紹介した高円寺の古着屋さんで、高円寺のグリーフルっていう古着屋さんで買ったレディースの赤パンですね。僕がよくいつも履いてるやつです。赤手赤パンですね、ついに俺も。はい、でニットベストがシュプリームの今年のアイテム、まあ、これもつい最近の動画に載せてます。でこの白の無地 T はユニクロ U じゃなくて、あのファミリーマートの、ファミリーマート、はい、ファミリーマートのアパレルアイテム、この T シャツ、サイズは L かな、 L サイズになってます。まあ、全体的なコーディネートとしては、まあ、自分がやるんだったらこのコーディネート全然するんですけど、はい、やっぱ U が赤パン入ってるのが違和感あるけどねまあでも結構別にいけるっちゃ全然いけるね。まあ、これ俺もまあ見て、まあこういう人いるかなと思ったぐらいだね。なんかアパレル店にそうなるような感じはっていうな感じかな。まあ新鮮だけど、この色あんま赤とかこうなんだろう、ピンク系俺着ないからってのはあるかもしれない。ブルー系とかね、ネイビーが多いから、そうだね、青とかの方が多いから、結構新鮮な優が見れたんではないでしょうかじゃあ続きまして、優が僕に、そうです、着させます。はい、それではレッツゴー。ということで、僕が普段着てるような感じのコーディネートを勝也に着させました。いいっしょこれもうガキやん、絶対見ないねこのコーデは。もうガキやんまあなんだろう、こっちのテイストってより、海外のスケーターのテイストに近いあのコーディネートになってて、でパンツがリーバイスのあの古着になってて、これブラックデニムのやつなんですけど、まあデニムに、まあ夏だからそのデニムに合わせて、であとはまあやっぱり俺はタンクトップよく着てるんで、あえてシャツとかもなしのタンクトップ1枚っていうねのにして、あとはちょっとにビーニーを合わせて、うん、そんないかつめのあれじゃないからこういうコーデにしました。まあなんだろう、イメージで言ったらあの2個ひらがとかの感じがこういう感じで、まあ向こうの気温とか気候とかだと多分あんまり湿気とかがないから、この格好に B に合わせても多分そんないけるんじゃないかなっていう感じで、これをチョイスして着させました。どうですかえ、もうね、いろいろやばい俺普通にこれじゃ外出れない怖いわこれ普通に家出るって時に母ちゃんに多分大丈夫って言われるレベルでやばいこれは。でも俺はそれを言う出てたらなんかまあ普通に多分大丈夫だと思うけど、なんかもう俺が着るからかな、なんか
小学生がなんか危ないこと始めましたみたいな、なんかもうやばいノリが。いいじゃん。今度一日じゃあ今度それで出る企画やってみる。それやばいね。これでカフェとか行けないよ。一日過ごしてみたみたいな。カフェとか行けないよこれじゃ。カフェは行けないよ。しかも意外とこの辺ピチピチ。やばい。そこが一番やばい。そうだよ。そこがいいんだよ。ということで僕が着させたコーディネートでした。はい。はい。ということで。いかがでしたでしょうか。はい、まあ、今日はね、お互いがお互いの、自分の服を使ってお互いのコーディネートをするということで、まあ、結構ねお互いが割と特徴的なアイテムをお互いに着させるとどうなるのかっていう、まあ、やっぱ似合う似合わない人にやっぱあるね。 あります。えぐいもんこれ。もうやばいでしょこれ。いやいけてるっしょ。まあ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 、スケボー持ってたらなんかぽい人にはないけど、やばいな。まあ一気にこう行ったからね。その急にあれだったからそうなってる。時間の問題ですみたいな。まあなんか結構最近コメント欄でもあのインスタの DM とかでもよくあるのが、達也くんの服はゆうふくんの影響を受けてて、ゆうくんの服は達也くんの影響を受けてるみたいな。あ、まあ YouTube 始めて結構それは俺たちも結構薄々感じてて、ゆうとかもシャツとかね、そう去年夏着なかったけど今年着るようになったし、俺はもうシュプリームとかストリートブランドめっちゃ着るようになって、あの最近の投稿はそういうのが多くなってるから、まあそれがやっぱあの最初当初僕たちがあのYouTube を始めたきっかけ、まあ、お互い服のジャンルが違うからやってみたら面白いんじゃないってところでそれを始めたのが、まあ、いい結果が出てるよね。面白くなった。いい具合にね、うん、お互いのいいところを取りながら、うん、また自分に合わせたりしてるから、うん、まあただ今日のこれは違います。絶対にこれは絶対に違います。俺の画が強すぎて、画が強すぎて。まあ、はい、ってな感じです今日は。まあおもろいね。だからこういったね変わった企画もまあ、リクエストとかあればどんどん送ってもらって、まあ、僕たちも参考にしながらこれからも動画更新し続けるので、はい、これからもお楽しみにしていてください、はい、これからも、まあ、今日はねちょっとふざけちゃったんだけど。まあこれからもファッションの情報とかファッションに関する動画だったり僕たちの日常について動画更新していくのでぜひ楽しみにください、はい、待っていてください。はい、今日の動画はこれで終わりにします、はい、あと皆さんあのコメントお願いします、はい、全部今返してるんで、まあ何でもちょっと思ったことでもいいし、まあちょっとした感想でもね、あれ送ってもらえれば僕たちも励みになるのでぜひ待ってます。高評価とコメントお願いします。はい、それでは次の動画もお楽しみに。バイバーイ。